はい、えー、おはようございます。炎蔵です。7月25日、朝会よろしくお願いします。えーまあ、昨日は、えー、比較的いいドルが堅調になったということで、まあ、材料としては各国の景況感が、えー、低下した、まあ。昨日は結構月曜日だったんですけど、指標の発表がございまして、 PMI ですよね、えー。製造業、これ、えー、PMI っていうのがちょっと抜けていますが、それぞれ、えー、各国の先進国の製造業及びサービス業の PMI が, PM が発表しされて、まあ、これが総じて低下したことによって、まあ、最初、欧州時間低下して、えー、それでドル買いになって、まあ、アメリカもサービス業なんか低下したんですけど、それでも製造業の方が上昇したっていうところで、 総、まあ、じてアメリカ経済強いなあというようなところからドル買いになったと、ドルは堅調になったというのが昨日の動きでしたね。はい、じゃあ、それぞれ見ていきたいと思うんですが、まあ、フランスの方、えー、製造業が46から44.5、予想46、サービス業が48から47.4、予想48.4ということですね。 でドイツが製造業が40.6から38.2、予想41、サービス業が54.1から52、予想53.1ということで、サービス業は。 景気,景気が拡大している、経済が成長している50以上だったわけなんですけど、この製造業の38っていうと、これは結構、深いリセッションというところで、えー、ドイツの製造業、かなりちょっと景況感が悪化しているな、は、まあ、これ、中国の影響なのかもしれないですね。 まあ大体これの見方としては50以上であれば経済は一応拡大しているというところでこれがまあ55以上であればかなり景気はいいというところですね一方45から50ぐらいだと景気が若干減速で45から40から45ぐらいだと,えと軽くリセッションまあ景気がえ悪いえと35から40だとかなり悪いっていうイメージなんで これ、ドイツ製造業かなりちょっと心配だなぁというイメージですよね。まあ、これを受けてユーロ圏の製造業が43.4から42.7、予想43.5、まあ、サービス業が52から51.1、予想51.5ということで、もうユーロ圏やっぱりかなり、あの、製造業が50を下回るどころか45を下回ってるところがずっと長く続いてますので、まあ、しばらく続いてますので、ちょっと、 あの製造業に関してはどうなのかなという感じで一方それをなんとかサービス業が50を上回ってるんで支えてるっていうところになってますよねはい、えーまあ、そんな感じの動きになってます、まあ、英国の方も、えー、製造業が46.5から45予想が4 6 サービス業が53.7から51.5、予想53.5ということで、英国も悪くて、まあ、これでポンド売りになったわけなんですけど、まあ、こちらもサービス業はなんとか50を上回っているということで、まあ、世界的に、まあ、欧州はサービス業がかろうじて低下してきてはいるんですけど、50を上回っているというところですね。一方で、アメリカの製造業 PMI の方は46.3から49.9。 49予想が46.4ということで、これ、予想に反して製造業が50近くまで戻ってきてますので、これ、意外にいいなというイメージですよね、50は下回っちゃってるんですが、意外にいいなみたいな、まあ、そんなイメージで、えー、とサービス業は54.4から52.4、これ、予想54だったんです、54だったんで、まあ、こちらに関しては、やっぱりちょっと心配だなと。まあ、あ先,先進国総じて えっと、サービス業が50を上回ってきてるんですがそうは言っても50代前半までかなり低下してきてますのでそこが今,今度どうなるのかというところですねあの先進国に関してはこの PMI の数字あの月末に1回月初に1回出ますんで、まあ、月初の数字をちょっと見てみたいなというところでアメリカに関しては PMI より ISM の方が重要なんで ISM の動きを ちょっと注目したいなというところですよね。まあそういうことでアメリカの2年債は4.84から4.92、10年債三3.83から3.87上昇、まあ、金利は上がってるんですがダウは11連投ということで、強いですよね、アメリカ株ね。うん、まあかなり強い数字になっているということで、あのまあ、今日なんかは、あの経済指標はそうですね、えー、っと、 ドイツの iPhone とか、まあ、これも景況感なんでこれを注目したいかなとあとは、えー、アメリカがあーケースシラー住宅価格指数とかが出ますし消費者信頼指数、まあ、リッチモンド・レンギン生造業指数はあんまり見てないんですけど、あのー、最近ちっちゃい指標でも動きますので油断ならないなみたいなところで、まあ、ちょっと消費者信頼関数,数かなというところではありますね。 はいえー、そんな動きになっております。で、アメリカの株価なんですが、えー、こんな感じで DAO が先ほど申し上げたように、11連ンですね、183ドル高ということで、0.52%の上昇になりました。で、ナスダックの方が0.19%の上昇、SP500 が0.4%の上昇。 で、えー、っとラッセル2000の八パが、えー、0.28%の上昇ということで、えー、4指数揃って上昇ですねあの、まあ、金利が上がったんですけど、まあ、それでもナスダックとか、えー、っとラッセル2000とか、えー、新興市場の株顕著に推移しました、まあ、強いですよね、まあ、景況感いい,いいっていうことはやっぱり かかなななりサポートになっているのかなという感じがしますよ、ね、でこうやって見て総じて高かったですねテック系の株も強いということで昨日は、えー、即数指数が半導体指数ですね、えー、即数が、まあ、即数のは若干、あのー、0.1%ほど下落ということで、まあ、インテルとか、まあ、ここら辺がちょっと,、えー、と AMD とか、まあ、そこら辺がちょっと下落してますよね。まあ アップルとかマイクロソフトとかエ v ビディア、ここら辺のうところは良かったんですが、あとビックスは13.91%ということで若干上昇ということで、えー、とあとは昨日あの決算が良かったシェブロン、えーと、エネルギー系ですよね、こちらが1.97%上昇ということで、えー、シェブロン株う、エネルギーセクター良かったようですね。 あとは、えっと、ここに出てないんですけど、玩具大手メーカーのマテルっていう会社が1.8%高ということで、まあ昨日もお伝えしたかと思うんですけど、週末の北米映画興行収入ランキングでバービー人形の世界を映画化したバービーが、えー、マンゴットロビー主演ですよね、今年最高のオープニング記録になったということで、まあバービー人形を売ってるその願大手メーカーマテルが、 非常に強かったたとといいうところみたいですねあとフィアグリード81から83ということで相変わらず強いなというところなんでうんまあ明日 FMC なんでねその0.25%はもうすでに織り込んでるんだろうなというところなんですがそんな中でもう やっぱりパウエルさんの姿勢がどうなるかっていうのは非常に重要になってくると思うんですね。マーケットはやっぱりもうそこ0.25はほぼほぼ折り込んでるんで、えーと、マーケットはパウエルさんの姿勢次第だと思うんで、そこでやっぱり、まあ、タカ派的なね、スタンスを、うん、多分示す可能性は高いと思うんですよね、まあな。なぜならば、やっぱり今みたいにこうやって株価が強かったりすると。 ままだまだ安心はでできなないいじゃないですか、まあ、そうなった場合株がその手前で上昇してるのはどうなのかなと債権、うん、利回りは昨日ね、あのー、ちゃんとあの反応して PMI に反応してまあ強かったかなということで、まあ、今日なんかも5年債の入札あるんですけど債権利回りがやっぱり徐々に 上昇してきてきますよね一時5%ぐらいまで、えー、と2年債これ、あのー、今度利上げしますと、あのー、5%完全に、まあ、今も5から5.25なんですけど5.25から5.5、えー、っていうふうに上昇するんでこれがやっぱり4%台っていうのは、まあ、2年間なんでね、えー、と今後利下げするとすればその中間値である4.6から4.7っていうのは えと平均値ではあるんですけど、あのーまあ、ちょっと先行して下げすぎたかなと部分が戻ってきて、今、4.92ですよね、今ねで、やっぱりこれが5%乗っけてくると、株価にとってはどうなのかなというのはちょっと心配になるところなんですけど、やっぱり再建利回りの方はしっかり明日の利上げっていうのを織り込みにいってるというところだと思います。 で10年債の方も直近の高値だった3.87ぐらいをちょっと超えてきてるところかなというところで、まあ、それを受けて、えっと、昨日はドルが堅調に推移して、まあ、ドルインデックスね一時99.50まで下落したのが101まで。 上昇してきてきますよ日経新聞、えっ、ー、と、今日の日経新聞、ぱーっと見ると、まあ、為替的な話がちょっと、えー、っと、うーん、どうなんですかね。えー、っと、あれ、なくなっちゃったかな。うーんと、これですね。 えと中国の二国間決済で人民元が初の米ドル超えということで23年の46月期、えー、ということで、まあ、これは世界のというもちろん世界のということではなくて中国の二国間取引に占める、あのー、為替の割合で、まあ、中国といえどもずっとドル建て決済だったわけですね、まあ、それが、えー、4050を下回って人民元建て決済の方が50を上回ってきて 中国と中国対中国との各国の決済で、えっと、50億中国が50億上回ったというところでまあこれねあの昨今、えっと、ドルの力が落ちてって人民元が非常に急速に力をつけてるっていうお話は、まあ、ちょろちょろさせていただいてると思うんですけどうんまあこれあくまで中国のっていうことなんでしかもまだ拮抗してるということなんで。 まあこれで一気にね、ドルがその基軸通貨の座を落ちるっていうことはないと思うんですけどやっぱり徐々に人民元の実力が上がってきてるというところは心配なところではありますね。はいまあ、心配というかそういう状況になってます。あとブルームバーグの今朝の誤報なんですが、えー、このやっぱりバービー人形の話ですよね。でバービービ見たっていうのが 朝の挨拶になってるみたいな感じですね。これ、インディ出身の実力派女性監督とプロデューサーだ女性だったんですね。うん、えっと、日銀は金融政策決定会合で議論する新たな消費者物価見通しについて、えー、23年度従来の前年比1.8%から2.5%程度に大幅に上昇する、上方修正する、公算合大ということで、まあ、それでも。 金融政策変わらずなんでで、しょうかねで。アップルはサプライヤーに今年の iPhone15 の生産を8500万台というふうに求めているということですね、まあ、ここら辺をそうするとアップルのサプライヤーなんかの株に影響を与えるのかどうかというところですね。 あと、住宅価格が昨年の一時的な下落を経てで再び上昇に転じていますよということで、そうすると、米国のインフレがまた高止まりして、まあ、そこら辺が FMC に対して圧力かけるんじゃないかということですよね。うん。あと、中国が調査債務リスク軽減ということで、まあ、中国の経済国、えーと、経済政策サポートっていうのが、えー、と徐々に出てきてますので、そこがどのぐらい影響を与えられるか。 あと UBS がクレディの制裁金を払いましたと。まあそんな感じになってます。はい。はい、で、えー、っと、まあ具体的な話、あの動きなんですが、ドルですよね。まあ明日の FMC、注目ではあるんですが、まあ、ドルここまで、えー 直近,直近というか,、まあ、か、かなり長いことの安値が100.86ぐらいだったわけですね。これ、こう見ていただいて分かるように、えー、っと2022年の4月以来の安値が100.86だったのを先週、下抜け、えー、しました、えーっと先。先週ですねもう、ごめんなさい。で、えー、節目の100も下回って、一時99.57ぐらいまで落ちました。これも ドル100割れでしばらくドル安が続くのかなと思ったら、えー、ここのところ、えー、と先週の火曜日から1、2、3、4、5とドル5連投で一気に101の80 100の80を超えてきてますよね。 そこってレジスタンスになりやすいじゃないですかでもそんなことは全く無視して吹き上がってるというところでドル強えなというところなんですがやっぱりここはまだ利上げはあと1回は確実でさらにもう1回もあるかもしれないっていうようなところだと思うんですよね。で まあこうやって見ると、節目的にはこの101.102、まあのところですよね、下落前のサポート、そこまで上がっちゃうのかなというところなんで、とりあえず、ここ、下落して、100割、ドル安がかなりこう続いちゃうんじゃないかというところからは回復して、ちょっとドルの方向性が見えなくなってきてる。これ見ていただいて分かるように、100から105ぐらいのこのゾーンって、割とこう、 サポートされればドル高が続くし、えー、とサポートされないとやっぱりドル安っていうところなんで、えー、と100割で長く続いてるレベルがまたそこに戻っちゃうのかな、まあ、そうするとドル円なんかもね130とかに向かってく動きでしょうしユーロドルが1.15とかを超えてく動きになるんでしょうけどドル安なのであればでも そうじゃないよって否定したんでこれま,あまだ分かんないですけどね、でもこの FMC を通じて、この100割ぐらいがドルインデックスサポートするのかどうか非常に重要だと思います。まあ、これ100割ないと、また100がサポートしちゃうと100から105のレンジが続いちゃう可能性があるんで、まあ、今回は FMC とともにそこら辺注目したいかなというふうに思いますね。で、ドル円で言えばやっぱり145、硬か たんでやっぱり下げかなと思ったらまあ、142ぐらいまだ戻ってきているというところなんですがえっとドルの動きを見,見ますとえっと今週の週間ピポットが140.50あたりなんでまあ、き昨日もそこら辺はまでいかなかったですよね。で えと金曜日上抜けしたとこもそこなんでやっぱり短期的には140の50っていうのがあの重要かと思いますで一方で上が143の30まあ週間ですけどってことはやっぱり140円の50維持できるかどうかまあ今日は維持するんでしょうけど明日 FMC を受けてどうかっていうところだと思うんですよねで今日のデイリーピポットを見ると 141円36なんで、まあ、この3035たりがサポートするのか、でもう一度142円ぐらいをいくのかどうかっていう、まあ、ここを見たいかなと思います。まあ、この141円の3035を抜けちゃうと、下が140円の87ということで、昨日の安値付近70、80なんで、まあ、ドル円に関しては141円を挟んで、えーまあ、142円に向かうのか、141円割れになるのかというのが今日のポイントになってくるかなと思います。 一方、ユーロドルなんですが、やっぱり昨日はえっ、ー、はこんな感じで、あのー、PMI が悪かったんで、どんと下落ただ、えー、して、1.10の70まで行って、そこ維持してたんです。で、えー、と再度1.11台、反発したんですけど、1.11が重くなっちゃってきてますよね、今ね。で、今も1.10の64ということで、えー、今日のピコットが1.10の90なんで、1.11のところに達しないか。 というとこなんで下は1.10ということで、えー、ユーロドルも1.10から1.11のレンジにこう入ってきてるのかなという感じがしますね。はいえー、そんな感じでドルが堅調の中どれだけ、えー、ドルが上値をの、えー、伸ばせるかどうか今日のポイントになってきています。 はいまあ、そんな感じで、えー、ございます。まあ、あの指標に関しては先ほど申し上げたとおりというところですね。はい、ということで、えっ、ー、とー、まあ、 えー、この動画良ければ、いいねボタンとチャンネル登録、まだの方がいらっしゃれば、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今日は、あの、昼12時ぐらいから、サンワード貿易さんの、あの、YouTube に、こう、出ますんで、もし、ご興味ございましたら、というところで、えー、見て、えー、見ていただければ幸いでございます。ということで、えー、今日も暑いですけどね、うん、あの、体に気をつけて、まあ、あの、いろいろやっていきたいと思います。